どうも皆さん、おはこんばんにちは、ピクトです。というわけで今回も第五人格やっていこうかなと思います。いや最近さ、ランクマッチやってるんですけど、引き分けか負けしかないんだよね。もう全然勝てない。もうやっぱさ、なんか YouTuber でそのシロアさんっていう人がいるんですけど、その方がめちゃくちゃ芸者使うの上手かったんですけど、まあ、その方なんか普通に6段とかで全然勝ててるから、まあ、まだまだいけるんだろうなと思ってるんですけど、やっぱ僕が下手くそなだけなんですかねってことで、まず芸者を見つけていく。で、これはため攻撃で殴る。殴れない。で、ワープして、OK! で、刹那で飛んでいくと、OK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 。まず一発目。殴れた。で、そこから見えなかったってことは、こっち側にいると。これは捉えたんじゃないですか。はい、OK! なかなか早く仕留めることができましたね。あ、そういえばですね、オートエイムってやつをね、外してみました。なんかね、オートエイムやると、肉壁されちゃうと、肉壁の方に、攻撃が寄っちゃうんで、ちょっとね、あんまり良くないなと思ってて、これは、どこでやってるかな？やってそうな場所に、とりあえず飛んでいきたいんですけど、ここやってるか、飛んでいきましょう。はい。で、誰がいる？あれ？いない。あー、心眼、ラッキー。心眼は、なかなかラッキー。くそ。オッケー、まず一発。心眼のね、回路を止められたのはなかなかでかいんじゃないかなってことで、心眼を追っていきましょう。機械技師半分いってくれれば、まあラッキーかなぐらいなんですけど、まあなかなかいかないよね。で、これは、あ、もう向こうが行ってたか。くそ。向こうが行ってましたね。で、多分このルートとしてはこのままこっち行くけど、まあ行くけど、これは、うわ、待って、こいつめっちゃ俺のこと見てる。まあ閉鎖空間でこのまま閉じちゃって、まあそしたらもう行けないんでね。もうこれは袋のネズミですよ。で、これで、殴ると、オッケー。残り4個か。まあ、多分もう1個ぐらいはすぐついちゃうと思うんで、まあ、実質残り、まあ、残りもう3個ですね、これは。いや、残り2個ぐらいかな。結構早くついちゃうんですよね。で、今回は空軍がいるのか。なるほどね。じゃあ、銃を対策しなくちゃいけないのか。で、ちょっと最悪の一撃を狙いたいんで、これはね、遠くまで行こうかなと思います。出向きましょう、こっちまで。で、どこで回路してんだ、これ。こっち側から来るかな。予想、この境界のこっち側か、いや、待って、今、足跡っぽいのが見えたような、見えなかったような、あ、わかんねえ。いや、今ので見えてればよかったんですけど、耳鳴りがするということは、助けに来てるのか、それともこっち側にいるのか、あ、全然わからん。あ、全然わかりません。あ、いた、超こ、殴れ！オッケー、最悪の一撃は出なかった、くっそー、出なかったか。だが、まだもう一度、あ、もうこれ、圏内外れちゃったかな。もうさすがに最悪の一撃圏内ではないかな。あ、やべ、最悪。これは最悪だ。最悪の一撃。まあ、でも心眼半分過ぎたんで、遊んでる間に。まあ、だから、これは、心眼を殴って釣ってしまえばいいのではないでしょうか。ってことで、はい。待って、これはね、ここはね、飛べるんで、そっち行ったか！今ちょっとさ、心眼見てたじゃん、俺。ねえ。まあ、ここはね、そんな強ポジではないような気がするんですけど、いやー、空軍が来られたら、個人的には怖いですね、僕は。で、待って、今こそため攻撃ではないでしょうか。 OK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 。 耳鳴りは多分ロボットかな。で、これで心眼は消えると。来るなよ、空軍来るなよ、頼むから、変なピョコって出てくんね、後ろからとか。 OKOKOK。 よしで、これで心眼はおさらばと。で、ちょっとロボットが鬱陶しいので、あ、いなくなってる。ロボットどこでやってるかな今。これはそっちでやってるね。さあ、誰がいるかな。誰が、あ、機械技師だ。さっきの機械技師じゃん。これは、殴れる。オッケー。で、一発殴っておく。で、切ない、飛びたい。飛べないか。今、ちょっと、もうちょっと早ければ飛べたかもしんなかったんだけど、これはね、飛べる。オッケー。で、これは多分間に合わないから、こう、回り込むと見せかけての、こっちからの、まあ、これはね、刹那を回復して、殴ると落ち着いて。オッケー、残り1個か。残り子は結構きついな、これは。空軍の銃がまだ残ってるって考えるとちょっと怖いな。しかもロボットもまだいるんですよね。いやー、やだなー。はい。どこがつきそうかな。どこ終わってるんだろう。さっき機械技師がやってたとこ終わりそうかな。あ、早速来てる。誰だろう。あ、これは、空軍チャンネルか、これは。空軍チャンネルが来てるね、これは。おい、待てお前。空軍チャンネル、お前。で、これはもう、いやー、これ仲直りムーブされちゃうかな。どうなんだろう。あー、銃撃ってきそう。なんだあいつ、煽ったか、今の煽りか。待って、これは、やばい。あ、そ、殴れ。オッケー。よし。銃を使わせるな。で、ちょっと仲直りが怖いんで、これは、先に、釣っちゃいます、これは。
オッケー。で、よし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 。あぶねえ、クソ煽ってきやがって。銃使わせなくてよかった。で、機械技師が、ここを直すかな、これは。直し、いや、うん、今直してた見えなかった。あ、わかんなかった。クソ。これ空軍助けられちゃうかもしんないな。助けてるね、これは。確実に。確実に空軍助けてるね。で、こっち側にいる。あ、超高士か、マジか。普通にやばい、これは。全然仲直りされちゃう、これ。あー、だよね。ですよね、ですよね、ですよね。ちょっと待って、ですよね。どっちから行く？どっちから行く？これは誰が今つけた？今、ロボットか、それとも機械技師なのか、これは。はー、足跡がする。足跡が見えるぞ、今。見えたぞ。機械技師が見えたぞ、なんか。ギシちゃんがなんかやってんのが見えたぞ、悪さしてんのが。おい、待てごら。待てごら。あ、そのまま通り過ぎていった。まさかの通り過ぎていった。これは、いやー、ギシチャンネル、ギシチャンネルが、いた。今、足が見えた。で、殴る。オッケー。殴っておく。からの、からの飛ぶ。飛んで、まだ間に合う。おら、おら、よっしゃー。よっしゃー。で、お前、銃撃つな、お前。銃撃ってくるよな、撃ってくるよな。いやー、あ、これはオッケー、逃げたね。よしよしよし、機械技師間に合うかな。なんとかして機械技師を釣りたいんだけど、間に合うかわかんないな。際どいな。ロボットがまだ生きてるって考えると結構きついかもしれない。オッケー。クソ空軍、あいつ許さねえ、マジで。空軍ほんと嫌いだわ。で、調光師は初めてと。こっから負ける可能性全然あるからな。ロボットがまだいる。起死回生で起きたのか、これは。あ、いた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 。オッケー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 。ロボットも壊したし、機械技師の場所も分かったから、これは割と安全にいけるんじゃないか。オッケー、届く。よーし。いやー、なんか久しぶりに勝った気がするな。よかった、勝てて。めっちゃライン来る。で、これで釣って終わりと。 GG、 ありがとうございます。いやー、よかった、勝てて。飛んでよかった。なんか最悪引き分けでいいかなと思って飛ぶの諦めたけど。オッケー、よーし。あれ、超高士が飛ばない。あー、飛んだ。よかったよかったよかった。もう一戦やっていこうかなと思います。今回はですね、多分相手パーティーですね。まあさっきもパーティーだったんですけど、まあ、夜になるとパーティーばっかっすね。で、まあこっち側で今音がしたような気もしたけど、あー、どうしよう、こっちに今心眼いたかな。なんかちょっと音が若干聞こえました、心眼っぽいのが。あ、やべえ。いつもね、あの右、あの橋渡って右側に大体いるなと思って右側行くんですけど、ちょ、今なんか心眼の音みたいなのが聞こえたんで、心眼の方行こうとしたら全くいなかったです。はい、すいません。あ、いたー、超高士いた。お、前向かないね、そんなに。これは多分香水使われちゃうから、まあ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 、まあ、で、こっち側で殴ると殴れないですね。これは多分超高士に遊ばれてしまうので、これはまあ殴るふりして戻ると。お、戻るな、多分。いやー、ちょっと超高士のね、これ苦手なんですよね。で、まあその間にこっちで心眼とかにやられちゃったらうざいんで。で、オッケー。うおー、ダブル、まさかのオフェンスと心眼2人いたか。ラッキーだな、これは。で、殴れる、これは殴れる。オッケー、今のはさすがにね、届きますね。で、正面向いてるね、こいつ。で、今で、はい、オッケー、オッケー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 。で、これでやっていく。で、オフェンスがね、いるんですよね。こいつちょっと厄介なんすわ。オフェンス嫌いなんすよね、僕。ちょっと苦手。あ、てか興奮入れればよかった。まあ、今回は、で、これ、殴ると、こっちを。あえてこっちを殴ると。で、多分オフェンスがこのままどっか行っちゃったんで、まあ、超高士でもこのまま殴っちゃっていいかな。オッケー、殴れた。殴れて、オッケー、2ダウンなんで、まあ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 。で、オフェンスがまた来るから、これは刹那使うチャンスかな、どうなんだろう。いや、オフェンスこれワンチャン、こいつめっちゃ正面向いてるから殴れる可能性がある。先に俺オフェンス殴った方がいい気がしてきたぜ。オッケー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 。で、まあ心眼はこれ起死回生で起き上がったと思うんで、まあ次からもう殴って放置しとけば、まあ回復しに来なくちゃいけないからね。で、超高士も釣れればいいんだけどな。超高士釣れるかな、起き上がっちゃうかな、さすがに。まあ一応ここにいるんで間に合う。あ、間に合いそう。ラッキー。ラッキー、間に合うぜ、これは。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あ、あれは、義士か。義士がいるから、まあまあまあ。で、多分、あそこで解読してるのはロボットだから、まあ、無視してこのままこっち側行っちゃいましょう。で、機械義士の方に向かいます。いやー、心眼正直殴りたかったけど、まあ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 、これは、で、殴る。助けてる時に後ろ向け。で、で、殴ると。オッケー。で、オフェンスはこのまま。倒れるとそのうち。
で、その間に機械技師を追っていくと。で、これは間に合う。オッケー。で、これで調香師は半分いってるから、これ調香師釣りたいな、これ。次、調香師普通に殴りたいな。で、技師が結構厄介なんで、このまま技師を追いに行こうと思うんですけど、いっか、これ。あー、待って、ダメだ、今、調香師の方に瞬間移動しようかなと思ったんですけど、ちょっと助けられちゃいましたね、先に。で、機械技師やる。で、これは、こっちに飛んでみていいんじゃないかな。もしかしたら、あ、いた。心眼がいるね。で、多分やってくる。はい。これはね、普通にいける。届け！オッケー。さあ、オフェンスはどこにいる？ワンチャンオフェンスが怖いんだよな、これ。来るかな？ちょっとオフェンスの恐怖があるよ。後ろ見つつ行きましょう。あ、てかオフェンス倒れてんのか？なんだよ。倒してたの忘れてたわ。で、心眼2回目と。残り3個か。回路進むの早くない？ちょっと。早くないですか？あ、心眼倒しっぱでよかったのか。やべえ、ミスったわ。ってことで、まあ、こっち側にいると見て。あ、助けに行ってるね。これは多分助けに行ってる。オフェンスかな、あれは。まあ。どっちにしろ。あ、ロボットか。ロボットやんけ、お前。あ、やったぜ。これ多分技師確定で飛ぶんじゃないの？もう半分生きたはずだよね。オッケー。よし。ラッキー。で、ロボットはちょっと耳鳴りがうざいんで一応殴っておきます。こいつに俺惑わされること結構多いからな。で、あ、今ブーって音でびっくりしちゃった。耳鳴り、あ、心眼助けてるね。ということは、あっち側にいると。今なんか見えたな。え、ジェットコースター使ってないよね。使ってないよね。大丈夫だよね。多分ここで回復してる感じかな、調香師が。多分今いたんで。あ、いる。多分ここにいる。ここにいるわ。で、これで。で、溜めて殴る。オッケー。ちゃんと溜めてね、殴ればね、当たるんでね。オッケー、いいね。あれなんか、今日負け続きだったのに。あ、待って、オフェンスが怖いけど、その前に殴れば完璧じゃ。オッケー。お、いいね、飛んだ。で、今ここでなんかやってなかった。多分やってるよね。やってるわ。よ、オフェンス。タックルしてこいよ、お前。ご自慢のタックルしてこいよ、お前。おい。で、殴って、これは降りるかな。降りるけど、降りる瞬間に刹那すれば、これすれば、あー待って！今ちょっと上級者テクニック見せたかったのに、降りる瞬間に刹那すれば、一緒に降りれるんですよね。あれか、降りた瞬間に使わないと意味ないのか。で、これは、ね、ダメか。で、あ、お前、めんどくさいことしやがって。で、それはね、あざす。オッケー。で、これは釣っちゃうと。さあ、調香師どこにいるかな。もうあれかな。いや、ちょっとわかんないな。オフェンス飛ぶっけ、これで。まだかな、オフェンスは。あ、やばい、飛んじゃった。マジか。まあ、勝ち確なんでいいんですけど。調香師どこかな。ハッチの場所わか、あー、早い、逃げんのが。まあいいや、とりあえず勝てたんでよしとします。ありがとうございます。GG。